皆さん、金曜、今回仏教と義務教育は相反してるなっていう話したいですね。で、僕はその義務教育っていうものに対して結構反対ですね、否定派。これ昔からですね、まあ自分がその勉強ができなかったとか、まあ、運動ができなかったとか、学校行ってた時にキラキラできなかったっていう、まあコンプレックスもあるからなんだろうけどね。だからホリエモンは義務教育が洗脳だとか、義務教育もダメだよねとか、今の時代に合わないよねとか言ってんの、まあすごいなんか自分とリンクするから、まあ彼の発信とか考えが好きっていうのもあるんですよね。で、ちなみになんですけど、その仏教を最近、まあ、興味持って学んで、やっぱ人と比べないってことの大切さ、人と比べてたらいつまでたっても幸せになれないよって、まあ口を酸っぱくして言うんだよね仏教チャンネルの人とか、まあ仏教の本にもね。ってことで、まあ幸せな人は人と比べないとか言うんだけど、でもその義務教育っていうのはテストの点があって通信簿とかあって、もっと言うとさ、中学の時とかクラスの人数、学年の人数が出て、で自分が何位なんだっていうのが出ますよね。あと誰々さんはこんだけいい点を取ってるとかもなんかわかるじゃないですか。で自分はこうだ、だから比べられる教育をされてきて、なんか部活とかでもね、誰々さんはあんなに頑張ってんのになんか俺はダメだなとか、誰々さんはあんなに優れてんのに自分は、だから優劣競争させられてますよね。それってさ、仏教はその一生懸命やってれば別に競争させられて順位が低くても、勉強とかの下でもね、だから上には上がいるし、下には下にいるから、そんなことで一喜一憂すること自体がもう間違ってるんだよっていう考え方なんですよね。でもその義務教育ってそういう思想にはなんないんですよね。発想にはやっぱ親とかも、まあ、お受験じゃないけど、やっぱ点数集めることを稼ぐことっていうのを求めてるし、それを良しとしてますよね。で、それが優れてる人間がどんどん優位になっていく、そのために勉強頑張るってことだよね。だそのために表向きではなんかいい子、いい人じゃなきゃいけない、だからその内申書とかあるわけじゃないですか。で、ちゃんと社会にね、いい点を集めて社会で生活スタートすれば幸せでいい人生を、ね、歩めるっていうのが義務教育だと思うんですけど、だから官僚になるみたいな感じやね、極論はね。でもその最近は官僚ですらもなんかブラック霞が関って本ができて、官僚がブラック企業でちっともいいことないってやめて、YouTube やる人とかブログ書く人とかも出てんだよね、元官僚ですって人でね、これが霞が関の実態だってその方が真面目に官僚で働くよりも情報発信した方が自由だし、ストレスないし、なんかいい生活できたりするんだよね、その精神的な意味で。まあそういった意味でインターネットっていうものはすごいリアルを映せるわけじゃないですか。なんかリアルがわかる、なんか自分がリアルを知りたいって思う気持ちがあれば本当にわかるよね。だからプロレスなんかもね、成立しなくなりましたよね、ネットのせいで。で、義務教育のなんかダメなところとか、これ違うんじゃないのとか、義務教育の幻想、義務教育で頑張った人が幸せになれるっていうその幻想みたいなものがもう崩壊しつつあるなって思うんですよね。分かりやすいところで言うと、ホリエモンがゼロっていう本で、自分は東大に入ったんだけど、東大に入る前のイメージと入ってから全く違ったって、キラキラした憧れ希望を持って入ったんだけど、実際入ったらモテないオタクで、でしかもその先にね、就職した人間とか社会にいた人間の話聞いてると、なんか何なのこれはって、こんなにね頑張っていく価値ないじゃんって思ったとか、あとまあ実際ね、そのお金がなくてもなんかミニマムで余計なものをそぎ落として、なんか楽しく豊かに明るく生きれてる人とか、逆を言えばね、最近で言うと竹内優子さんとか三浦春馬さんみたいに、あとね、松田聖子の娘さんとかもそうかもしれないけど、もうすごいじゃないですか。もう僕らからしたら、ああなりたくてもなれないわけじゃないですか。ね、ルックスもいい、お金もある、有名である、ね、絶対食うに困んない、でも最後ああなっちゃうわけじゃないですか。ってなると、まあ、幸せってそこじゃないんだなってことにみんな気づき始めていますよね。だから、その、お金があるなしが、幸か不幸か、と比例しないってこともみんな分かってきて、でお金があって不幸、お金があって幸せ、お金がなくて不幸、お金がなくて幸せとかあるわけで、でも結局一番いいのはお金があってもなくても幸せに俺やれてるよっていうのが一番いいわけですよね。だからそこを目指すのが一番いいと思うんですよね。
極論ね、生活保護だろうが、刑務所暮らしだろうが、普通の一般庶民だろうが、セレブだろうが、自分がどこに行こうが、自分はね、なんか楽しくやれるよ、別にそんな気にしないよっていう、なんかマインドとか、日々の言動とか、なんかそういう行動、人に対する接し方、物事の捉え方ができれば、最強なんじゃないのかなって思うんだよね。だからそれの方が義務教育で、その、優れた成績とか優位性を取るよりも大事って結論なんですよね。でもそれももう、僕はまあこういうのをすごい好きで追っかけて考えて、哲学とか精神哲学とかいろいろ深追いしてるから、まあ、はっきり健康ができるけど、でも鋭い人とかなんか世の中の雰囲気見てると、みんな漠然とはそれ気づき始めてますよね。だからひろゆきなんかはね、そういうの露骨で全部言うじゃないですか。だからあの人の影響力ね、大きいから、あの人の言葉で生活保護生活に移行した人も、まあ、データ当ててないけど結構いると思うんですよね。だから僕がその思うには、その絶対にやっちゃいけないことをやんないってことが一番大事かなと思うんですよね。それ何かっていうと、やっぱ人を見下すこととか、挑戦してる人が失敗したりとか、なんかバカみたいに本気で挑戦してる人をなんか嘲笑するとか、見下すバカにするとか、絶対やっちゃいけないと思うんですよね。それをやっちゃうってことが超 NG 行為で、それをやってしまうと、その自分がお金持ちだろうが貧乏人だろうが、絶対に不幸ですね。なぜならそういう精神状態だから、やっぱ自分にとってなんかいらないものを購入してしまったりとかするんでね、それ物理的にね、いらないのに買ってそれが良しと思っちゃう、だから全てが狂っちゃってる。だから見栄を張ったりとか、なんか間違った勝ち方しかできない人生で、だからもう一生懸命ペダルを漕いでね、すごいねって思われるような状態だっても、絶対それをやったら不幸でしかないと思います。だから極論は、その精神性とかの方が、その一番優位として優先的に考えるものだと思うんですよね。だから思い切って生活保護でも刑務所でも俺は楽しいぜ、実際になったとして楽しくやれるぜっていう、その人間性とかマインドとか、まあ刑務所はね、犯罪を犯してるからちょっと極端な言い方かもしれないけど、間違ってるじゃないですか、刑務所に行くっていう行為をしてしまう。でもまあ極論ね、そういう風な なったとしても、なんかまあそれはそれで俺うまくやれてるからっていうな、その自分を用意できるってこと、そのためにはだからね、まあ繰り返しなんだけど、人に対しての接し方、心構えとかが一番大事なわけだと思うんですよね。余計なことを考えない、身を張らないとか、自分が優位になるために、なんか変な勝ち方とか、変な身を張るために、変なことにお金を使わないとか、無駄を削ぎ落とすのがその一番大事だから、義務教育っていうものをなんかもう封殺していいと思うんだよね。そっちの方が大事でしょって僕はこの年になってはっきりなんか思ってますね。ちょっとこれで終わりにします。ありがとうございました。